きり掃除してもらいました。頑張って掃除して、はい、でもすぐ捨てちゃって終わったのは普段私がちゃんと言ってるから。麻雀遊戯王。サブンゴさん、はい、本日のお宅の前まで着きました。はい、本日はどなたのお宅なんでしょうか。日本プロ麻雀連盟所属、はい、ライサクラプロのお家です。あ、ライサクラプロ、はい、これはもう皆さんご存知と言いますか、麻雀業を、ね、見ている方なら、ね、はい、あの麻雀遊戯バーとか、はい、あとスポンサーカップ、そうです、出ていただきました。主に、ね、出演してますよね、はい、そうなんです。この前の麻雀好き企業対抗戦ではご夫婦揃って決勝に残って見事優勝されてます。楽しかったですよ、はい、でもね、お宅は拝見したことなかったです、はい、どんなお宅なのかちょっと行ってみます。お願いします。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。プロマージャン連盟のライサクラです。よろしくお願いします。可愛いわね、あなた相変わらず。お子さん会いたかった。持ち上げ女流なのよ。なるほど。あ、今日も何、はい、今日も可愛い。てか私本当に、はい、ちょっと中で話して。いや、いいよ、今言って今言ってほしい。ライサクラさんは実物マジで可愛いです。本当ですか。みんなめちゃくちゃいい子だから。そう、そうですね。もう今この動画を見た瞬間にフォローしてX のフォローして、まだしてない方ぜひフォローしてください。行きましょう。こんな可愛い子、ね、気持ちよくね。今日も可愛い、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 明日も可愛い。いや、明日は分かんないです。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 麻雀遊戯王、お邪魔いたします。すごいマンションじゃない、あなた。スリッパ。めっちゃ綺麗なお部屋ですね。はい、早速、ジャンタクがあるけど、はい、ここは。ちょうど、あ、はい。あら、ほんとだ。旦那ちゃん、旦那ちゃんいるよ。はい、休みです。あら。休みに。最高位戦日本プロマージャン協会のライン、のぶひろです。よろしくお願いします。出たがりなんだから。それね、すぐ出たがりよね、結構、あなた。まあ、どこにでも行きます。ご夫婦ですから、それは一緒に住んでます。そうなんだけど、そりゃそうだ、そりゃそうだ。嫁のって結構出たがりじゃない。そうよね。ちょっと出させてキャラ付けしてみんなに覚えてもらおうっていう。あ、旦那ちゃんと嫁ちゃんで。ちょっとそれあの上田夫妻。そうだよね。あの日本プロ麻雀連盟に上田夫妻っていう、はい、あのまたご夫婦で活躍してるプロがいて。はいはいはい。それかなと思ったら違いました。そうです。ライちゃんでした。そうです。ライちゃん。待って団体違うんですか。最高位戦と連盟です。そうですよね。はい。はい、え、出会いは？なそう。ジャンソプライベートで全然プロになる前に大学生でウェイトレスでバイトしてて社員で働いてて引っ掛けたってこと。職場恋愛。職場恋愛だってことでしょ。オフィスラブですよ、ね、オフィスラブ。可愛いと思って、うん、いいなって。ご飯行こうよ。積極的なんで聞くから。そうですね、うん、はい、じゃあちょっとなんか拝見しますね。はい、お願いいたします。いい家だ。何ここ持ち家、持ち家。いや、賃貸です。賃貸。いくらいくら家賃。めっちゃいいですね、はい、それにしても全く家具がない家ね。確かに。なんでここのスペースマジ無駄じゃん、うん、これ広いですよ。ここ広い、ほら、ほら広い。ここは、うん、来客が来た時にお布団を引いて寝るスペース、うん、あ、お布団スペースそうです、はい、もう宿泊させる気満々ですね、はい、ここでストレッチしたり。あ、ストレッチしたりね。あ、ヨガマット敷くわけですね。あ、そうです、うん、テレビないの。あ、テレビ閉まってない。え、なんで見ないから。あ、見ないから。なんか普通ここら辺にテレビあってさ、ここにソファーあってみたいなスペースでしょ、うん、って思うんですけど、ソファー嫌いで。あ、テーブルタイプというか絶対寝落ちしちゃうから。あ、わかります。ソファーに座ってたら寝ちゃうんですよね。わかります。こたつとかソファーとか一緒に寝たいからってこと。いや、あの寝落ちするってことは風呂に入らずそのまま泥のように、あ、次の日朝起きてこう、はい、引っ張られて、入れ入れっていうのは嫌なんで、はい、もうあの寝るときはちゃんと布団で寝てください。お風呂場ちゃんと入ってください。なるほど、ソファーを没収したわけですね。没収ってか、まあ、あと大変じゃないですか、だから何とか、うんうん、え、来客ってことはここ結構泊まりに来るんですか。たまーちょこちょこ。麻雀プロのお友達が場所が遠いので、うん、麻雀プロのお友達はそんなに来ないんですけど、あの日本プロ麻雀連盟の石立武弘プロが、おー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 、え、ここに泊まりに来るんですか。2階、あの、家が遠すぎるので泊まってもらえる。なるほど、なるほど。すごいですね。それは、はい、な、何3人友達ってことね。あ、そうです。あ、4人
びっくりした、びっくりした、ね、まさか泊まりに来る人で男性の名前出てくると思わなかったですからね。自分で働いてる店舗 の、うん、あの部下たちが来るんです、うん、とかかと思ったら、部下は寮があるので、そうなんだ、へえ、いいですね。そして、まあ、広いお今のところ石田さんのための布団になりましたけど、いいのかな。あ、でもそれ、はい、間違いはない、間違いはないですね。石田さんが来るから買いました。なるほど、すごい。おばかみいこがある、はい、最近あんまり見なかったよ。本当ですか。本棚におばかみいこ、ピークアウト、お、京介先生の漫画もあります ね、園田さん、渋川さん、福地さん、朝ピンさん、はい、おー、麻雀の勉強も、だってご夫婦でね、麻雀の勉強できるもんね。そうですね。あれあれ、どうしたんですか。何ですか。いや、めっちゃ感覚派で、感覚派で、私は一生懸命勉強しているつもりなんですけど、うん、はい、感覚派で、合わない。何言ってるかわかんない。これがやっぱ団体の差なんですかね。団体じゃないですよ、多分。団体サブロピンだろ。感覚派だ。団体から始まる。でも多分旦那さんは頭では分かってるんだけど、それを言葉でうまくライちゃんに説明できない。その通りです。なるほどなるほど。なるほどなるほど。こっちは寝室、はい、愛の寝室？愛かもしれない。なんもないじゃん、でも。これ何？はい、浴衣で、この帯は？これね、いい、素敵ですよね。あの結婚祝いで、麻雀プロになる前に結婚したんですけど、うん、結婚祝いで知人が私と主人の分、私、それ私用ので、はい、主人のあの細い男性用のやつ、はい、これ作ってくれたってこと？ヴィンテージかなんかで作ってくれて、すごい、そう、それで、はい、今年あの麻雀遊戯王さんのスポンサーカップ、はい、そうです、企業対抗戦の方にね出ていただいて、見事ね、勝利をね飾った時のご衣装ですね、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか、うん、こんなの持ってる人初めて見たわ。ね、モコさんも楽しみ、この帯で首締めてみます。首締めてじゃないよ。締めます。はいはい、ここがライちゃんのお洋服ダンスね。はい、あれ、普段はどこで買ってるんですか、お洋服は。あなたは自分で買うときはシーンか、うん、え、あなたシーン、グレール、ジョリューなの。シーン、グレール、GU で、あとは母と祖母にもらったもの。あら、物持ちのいいご家族。これもだ、じゃあ3個と。でもこれ見えないよね。これは大学生の時に買った父かかで、これは全然違う。大学生の時に買ったやつ着てんの。今何歳。今自分29歳。物持ちよくていいですよ。そう、全然古さがない、はい、で21とかで買ったやつ、まあ全然元気ですね。あのね、本当ね、ライちゃんね、はい、おしゃれなんですよ。そうなんですね。マジで服装も、はいはい、いや本当に洋服選ぶのマジで苦手で、はい、でもあなた自分で分かってるじゃん、そのさ、髪型が自分に似合ってるとかさ、あなたさ、そのさ、メガネのさ、なんか丸いさ、はい、そのさ、オリンピックかな、フレームが自分に似合ってるとか、あとそのさ、ちょっと太めに描いた眉毛が自分に似合ってるの分かってるじゃない。聞いてください、はい、私のこの髪型、メガネ、化粧の仕方、はい、全部友達に教えてもらって、いい、友達にこうしなさいって言われて、はい、すごい似合ってるからいいじゃない。めちゃくちゃ可愛い、ね、文吾さんもね、ずっと言ってますもんね。はい、桜さん可愛いって話をね、うん、言ってた、ずっと言ってた、うんうん、あら、はい、これ大月レミプロのマンバ T シャツ。はい、わあ、本当だ、マンバだ。買ったの。はい、買いました。わざわざ。はい、もちろん。でも嬉しいよね、後輩が。なんだこれ、日本プロ麻雀連盟の古川彩乃プロが、はい、あの、私が前にウェイドレスを教えたお店で、はい、バースデーイベントやった時のチェキ、うん、でここは普段2人で寝られてる。そうですね、2人の2人の負担、どっちがライちゃんなの、枕。奥がライちゃん。まあ厳密に言えば両方ライちゃんなんですけどね。奥が旦那ね。奥が旦那で、手前が私、はい、これなんかちっちゃくないベッド。そうです。セミダブル。セミダブルちっちゃくない。もう置けるよね、でかいの。これもだから寝る時はもう絶対密着してるだろうって話ですよ、これだから。最初2人で住み始めた時、はい、マジで貧乏。今は違うと。今は違うんですけど。今は違うと。旦那が偉くなってきて。よかったよかった。前働いた時、あの、紐だったんですよ。前引っ掛けたくせに紐だったの。あなた、いいですね。紐で。厄介な雰囲気。で、私はもう超限界ギリギリ働いてたの。定休 OL みたいな。おお、OL さんだったのね。やってて、でも一緒に住むことになって。紐と。そう。で、紐はその時いくらだったの、収入。一番最初住み始めた時は、あ、でも別にあるじゃないですか。そうですけど、その後、はい、で、癖があって10万いかないぐらいの時期が2年ぐらい。ひもにね。ちょっとひもになったのが理由があったんですけど、そうそうそう、で、マジで金なくて
で 1K とかの家に2人で3、4年ぐらい住む、うん、その家の前を、はいはいはい、その家に置けるのがこのセミダブルしかなくてね、まあ大きいのが置けなかった、そのまま、はい、で今は買い替えようと思ったらいつでも買い替えられるけど、めんどくさい、密着したままでいったってことねあとそんな大きくないんで、確かになるほど、細身の方ですからね、そうですね、文子さんとこれいっぱいいっぱいですもんね、一人でね、はい、まあ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 、うちはねクイーンよクイーンね、あら、どうしました、これえ、あら私のステッカー貼っててくれてるよ、はい、これ今日だけでしょ、え、ずっとちょっと旦那ちゃん、いつも貼ってある、ずっとあのよかった、私来てからずっと、お、いいね、なんかでも2人にしてはちっちゃい冷蔵庫ね、私もともと一人暮らしして、あ、はい、で主人と一緒に住む、当時の紐と一緒に住むようになって、はい、でその時の家具なんですよ、全部、なるほど、全部ね、はいはいはい、長持ちですね、はい、自炊はされてるんですか、してますね、お、どうですか、うん、奥様の手料理は美味しいですよこの間、仕事帰り23、4時とかに、うん、うどん作ってあげたら素材の味しかしないって、いいじゃない、素材の味が出てるんだったら、じゃあしっかり感じたってことですね、感じましたね、感じたってことですね、はい、人参とキノコの味、いいじゃない、いいじゃない、うどんに米入れて雑炊にリメイクして勝手にそれはどういう意図があったんですか、素材の味以外のものを食べたくなったんですちょっと味変したからです、え、じゃあほぼ自炊ですか、ライちゃん、半分ぐらいですね、自炊と外食と、あと会食、うんうんうん、え、何が一番好きなの、奥さんの料理で、あれなんだっけ、なんか、うん、ナスのなんちゃら、ナスのなんちゃらじゃないよ、もう完全に素材しか覚えてないじゃないですか、昔作ってくれたやつ、昔作ってくれたやつ最近ね、野菜高くて全然買ってないんであれなんですけど、何ナスのなんちゃら、でも結構やめてあ、でもちゃんと冷凍しっかりし、見て、こんな人参こんなたっぷりサイズ、あ、ほんとだ、すごい、これ大好き、うん、人参もこんな冷凍してちゃんと、いいね、ちゃんとカットして、はいはい、で、ベーコン、はい、え、ベーコンもこんなちゃんとラップに包んで一食分で、はいはい、冷凍したいんで、うん、全部まとめて冷凍すると切りづらいから、うんうんうん、だいたい一食分ぐらい、ね、で、もうね、あらかじめ小分けして、はい、しっかりやってるじゃないですか、奥様、ねえ、これ何、さつまいもです、さつまいも冷凍してんの、これはいただき物の、へぇ、さつまいもだよ、これさつまいも知らなかったですね、へぇ、これキノコか、これミックスキノコ、はい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 、肉、え、もうしっかり冷凍してちゃんと自炊してる感が出てます、ね、いい奥様じゃない、うん、あんた何歳だっけ、日給です、なんか2回目ですよ今、なんか日給見えないじゃんまあでも確かにしっかりされてるので2、5、6ぐらい感じるのよね、キッチンもめちゃくちゃ綺麗、これはさっき掃除してもらえる、頑張って掃除して、でもすぐ捨てちゃって終わったのは普段私がちゃんと言ってるから仕上げこそやりましたけどね、やらせてもらいましたけど、あなたたち聞いてたからね、私たちがオートロックでインターホン押すじゃない、したら来ちゃったって言ったでしょ、トイレしてて来ちゃったっ、おにぎり食べて下で声が響いてたからねそう、もしね、なんかちょっと怪しいことでもしてんじゃないですかやばい、来ちゃった来ちゃった、普通おにぎり食べてて、そう、どうしようと思って、でもいいですね、はい、すごい、あらららきれいじゃない、でも全然物ない、整理整頓してるじゃない、おー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 、はい、いい奥さん見つけたね安泰ですね、あの時の紐の自分を褒めたいですね、ね、本当に間違いなかった、紐なのにようゲットできたよ本当に、うんうん、こっちははい、行きましょう、麻雀部屋、麻雀部屋、麻雀部屋、広い、すごいいいスペースですね、でここで麻雀とかやるんですか、あ、そうですね、ここでたまに2人でやる時もある、2人で、え、なんかいいじゃん、2人麻雀、え、で教えてあげるの、旦那さんが、へぇ、なんか調整したりとか、あー、うん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 、え、なんで団体違うの、私はさっきみたいに、あの古川彩乃さんが働いてるお店で働いてるので、うんうんうん、年齢の方が多かった、あ、古川彩乃さんとか、あと三浦智弘プロとか、うん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 、一緒に働いてて、はい、で連盟がいいなってなんとなく思ってて、うんうんうん、でこちらは最高位戦の竹内智弘プロにめっちゃ可愛がってもらった、うんうんうん、それでなんか最高位戦なんとなく連盟みたいな、なるほど、まあ、お世話になってる方々によってというか、ね、そうですね、結婚した時
はもうお互いプロ？いや、あ、結婚が先ですね。結婚が先。じゃあ2人ともアマチュア？アマチュア。あ、そうです。え、結婚してから別々のプロ団体に進んだの？面白いですね。すごい、うん、ね、うんうん、でもすごい連綿っぽいよね。最高位戦って言われてさっきびっくりしたもん。最高位戦ずらしてない、うん、なるほど。確かになんか雰囲気猿川さんみたいです。そう、猿川さんっぽい、なんか、うん、いやでもいいですね、ご夫婦でね、なんか羨ましい、まだ2人とも若いし ね、 ね、全然これからだもんね。でもなんか対局の都合とか結構違うじゃないですか、団体違うと。そうですね、うんうん、なんか寂しくない、そういうので。だって一緒の対局会場行けたりしちゃうかもしれないんだよ。その方が仕事的にはありがたいとかはあります。あー、なるほどね。同じ会社で勤務してるんだもんね。ガクッて言ったから。壊しました。大丈夫、大丈夫です。ガクッて言ったよ。子供が結構剥がれてる。あー、結構簡単に取れる。あ、そうそうそう。いやでもこんな広い麻雀ルームあるのめちゃくちゃいいね。いいですね、ね、ゆったりできていいですよ。あそこが旦那の、あー、旦那様のね、はい、スーツばっかり。本当だ。あ、スーツ勤務なんですか、普段は。いや、なんかね、ワイシャツだけみたいな。あ、で、下は何でもいいみたいな。ちょいカジュアルな感じですね。あ、そのトイレで。あー、ちょっとごめんなさい。すごい、物に溢れてる。でも、ね、掃除してるってことだもんね、これだけ。はい。こんなに、ボンバとかさ、マイペットとかさ。そうですね、はい。こんだけ掃除しっかりしてますよってことだから。うん、掃除用具、なんか好き。ああいう液体系好きで。やっぱさ、トイレが綺麗なお店って流行るじゃないですか。やっぱトイレ掃除大事だよね。トイレ掃除大好き。うん、グリグリさんもすごい綺麗なお店って聞いてますもん、私。ありがとうございます。そこは大事ですね。お風呂。お風呂、あ、本当だ、俺もこっちになるんですね。はいはいはい、なんとも生活感溢れてる。生活感。やっぱね。え、これ使ってんの？髪巻き巻き。あ、そうです。私もこれ。いいよね。めっちゃ使いやすい。これめちゃくちゃ使いやすいんで、おすすめです、ね。おすすめです。あんたインスタばっか見てるでしょ。なんでですか？なんかこれとかよくインスタでさ、髪の毛乾かすのが早くなるとかでさ。そうなんです。これシーンで適当、めっちゃ適当。あ、そうなの、じゃあもしかしてか、え、待って、ドラミアも私一緒なんだけど。モンスター、モンスター、ドラミア、ドラミアも一緒。髪長いとさ、はい、もう風量で選ぶじゃん。そうです。そう、髪をツヤツヤにするとかどうでもいいのよ。いかに早く乾かすかなんだよね。速乾、速乾が目標。風量マックスなのよ、これモンスター。さあ、お風呂場に。なんでシャンプーないんだけど、シャンプー。そのドアの裏に。あ、こっちね。それはすごいお気に入りなんで、その収納、ね。あ、収納。ちょっと入ってあげて、はい、入ってあげて。ちょっと指も失礼しますね。はい。どれどれ、はい、な、そんな、結構、そんな結構こうしてる女流プロいるし、なんかそんな。そうなんですか、はい、吊るすタイプね。そう、なんか。これあれじゃない、無印のさ。はい。あの、ピュッピュするやつ。そう、ね、そう、はい。これ有名っすよ。あ、そうなんだ。え、でもなんか。結構一押しだった。前さん的には一押しだったんですよね。前の家が狭すぎて、これすらできない。こういう、そう、だからこういうのがね、するのできるのが嬉しいなって。うん、これ有名っすよ。あ、なんとか冷めた感じで言うんですか。これ昨日無印、ちょうどインスタで出てきました。またインスタ。お風呂はこうやってやれみたいな。まあ、知らなかった人ぜひ。いやでもすごい、これね、ここ押すとね、あの、その1回分がちょうどよく出て、なるほど。詰め替えで、しかもね、清潔感あるからね。こうやって置くとね、やっぱぬめりとかが出るんで、ここに。なるほど、なるほど。縦替え、これ立てちゃえばね。いいですね。でもいいお風呂だわ。はい、これ何これ。これ髪の油、あ、オイル。あ、オイル、ヘアオイル。おしゃれだな。多分家にあるもので、私が買うもので一番高い。一番高い。でも、でも5000円ぐらいとか。高いよ、高い、うんうん。そんないいオイルなの？髪の保湿と、あとキープオイルみたいな感じ。湧いてるのが取れづらいみたいな。なるほど、なるほど。今回叩き割ってましたよ。叩き割ったんですか？叩き割ったんですか？儀式ですか、それ？何も入ってない。そう、その真ん中の鏡は前ぎっちり物を入れてたんですよ。うんうんうん。でも、私がこの鏡を閉め忘れる時があるんですよ。はい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 。閉め忘れると何が起きるかって、旦那がこの鏡に衝突するんですよ。そんなことあります？つかない。それで一回大喧嘩して、はい、なんかここ閉めてくれないと俺は怪我をするって言われて、じゃあ私はここに物をしまうのをやめるわって言ったで、ここにしたので、そうで、そうじゃねえだろみたいな感じで大喧嘩して。これなんで衝突するんですか？お風呂から出た時に開きっぱなしで、はい、下の方にタオル入ってるんですよ。なるほど。そのままこういくんですよ。ガーンって。なるほど、なるほど。お化粧品も、はい、化粧品それしかない。
いや、いいですよ。ルナソル、愛してるぞ。友達に誕生日プレゼントでもらった。大事に使ってる。いいよね。私も先日、ルナソルデビューしてみました、アイシャドウ。本当に良かったです。あの、ラメの粉落ちが全然しなくて。そうそうそう。やっぱ高いものは違いますね、本当に。そうですね。はい。でも、あなたメイク用品はやっぱプチプラなのね。あ、そうですね。高いのは、ポルジョの下地。いいじゃない、ポルジョの下地で高いって言ってんだから、いいよ、読めよ、あなた本当に。めちゃくちゃ懐かしい。そうなんですか。これね、あの、なんか本当に一部ですごい有名になってたクッションファンで、へえ、なんでこれあまり買えないでしょ、これ9点、9点で買えて、え、なんかちょうど良さそうだ。うん、そう、すごい有名な隠れファンが多い。ああ、そうなんですね。なんか汚く崩れない。そう、汚く崩れない。びっくりした。めっちゃ毛穴押さえてくる。これ持ってる人久々に見たわ。ちゃんといいもの使ってる。いや、いいもの使ってますよ。あら、ちゃんとネックレスこうやって収納してるじゃない。ホットだ。そうね。でも旦那さんのものやっぱ全然ない。こいつもそんなもんだよね。こっちに。あのね、ここに全部収めろってことでしょ。ああ、旦那さん。収めろじゃなくて収まったっていうですね。ひげ剃りとかね。はいはいはい。いいお宅ね、あなたは。本当にここは。でもマジで物ないんだね。物欲ゼロ。物欲二人ともない。なさそうだよね。だってあの T シャツ。あんな可愛い T シャツ着ちゃって嬉しい。これ可愛いですよね。シーンで買った T シャツ着てるの。しかもおニューで今日おろした。わざわざ可愛いと思って今日のために。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、ライプロードにはね、本当後半戦いろいろね話聞きたいんですよ。そうですね。夫婦の馴れ初めとかね。確かにいろいろ聞きたいですね。何よりも早く座りましたね。そう。だからちょっと後半戦は旦那さんも入ってもらって、はい、いろいろ話聞きたいと思うので、お楽しみに。はい。よろしくお願いします。ほら、見て。ね。文子さんも輝かせた。私だったらこうやってやるの。本当は狙ってたんでしょ？狙ってたかもしれないですね。何なの？ひも。理想の答えが返ってこない。ひものくせにと思って。